はい、パーン。どうもパテマソ協会でございます。今日もライブしちゃってるわ。しちゃってます。どうもパテマソ協会でございます。皆さん1週間お疲れ様でございました。はい、まだ1人しか来てない。グッドが2ついてる。最高。どういうこと。はい、というわけで本日は、豚ロースがありましたので、豚ロースを2枚あの生姜焼き風に、この筋切りというか端っこだけ切りまして、塩コショウ と、小麦粉つけて、焼きました。そして、味付けは塩、その上にあの五香粉と、生姜とめんつゆのみです。あのもう終わりかけてたあのもやしも入れてあります。そして本日の、はい、びっくりドッキリメカはこちらでございます。赤西貝をもう先に言っちゃうけど半分に切ったやつ。この間ねライブでね食ってね、これ肉厚あるから酒のあてにしてはね、味がね淡白あのだもんで、半分に切って味付けをしっかり醤油わさびがしっかりと味付くように半分に切りましょう。これが非常にちょっとした手間で美味しく食べられます。はい、スーパーチャット本日もありがとうございます。ブラックシャークさんありがとうございます。だけど本日も昨日買いましたロイヤルオーク、ちょっと微妙だったな。どこが芳醇で濃厚でスモーキーフレーバーやねんというやつですね。これはどうしたいかがなものか。なんかあのコメントで言われて地雷って書いてあったと、コメントにあのそのレビューに。地雷系ウイスキーで、マジかよ。地雷踏んどるやんけ、思いっきり地雷を踏んだらさようならやな、ほんまやばいな。はい、おこんばんはでございます。本日も回しております。ありがとうございます。残さないで全部食べて、残すことなんかないでしょ。残してるとこ見せたことあったっけ。はい、ピーチャーズ買っておけばよかった。まあでも別にまずかないんで大丈夫です。乾杯。なんか、ね、物足りひんってだけ。じゃあ行きますか。まあ、粒貝じゃないけど赤西貝ね。粒貝はあれは薄っぺらいからいいんですよ、あのままで。ただちょっと割高で、これ300円なんですよ1個ね。割高なところがちょっとなかなかね美味しいけど、そこの赤西貝さんはやっぱコスパがいいです。半分に切るともう倍になりますからね、数で言うだけでは。いただきます。値段はね300円ですね。300円も半分に切ればこんだけ。結構な量ですね。はい、ありがとうございます。本日もスーパーチャットありがとうございます。野坂ちゃんありがとうございます。美味しいです。じゃあね、コーラで割ればね、ただねコーラをね常に買ってない。飲みやすすぎてやばいわ。一応40度あんねやろこれ。いや、これゴールドラベルなんやけど、シルバーラベルっていうのがもう一個あんねんけど、それどうなんやろあれさらに薄っぺらいんちゃう味。お茶のソフビかわいいでしょ。私が作ったソフビですよこれ。ありがとうございます。おこんばんはでございます。動画を撮影しておりますのでね、お名前の方はちょっと差し控えさせていただきます。で、生姜焼きには私はマヨが好きですね。いい感じで焼けてます。うまい。五香粉これかけるだけで本格的な味なんね。私この端っこの方が好きなんだよね。端っこの方ね、カリッとしてて美味しくできております。肉に小麦粉を振るという技を覚えて、非常に料理の質が上がったお産でしたね。もっと早く気づくべきだったな。駅中華買いましたか。中華なら何でもいけますよ。チャーハンでも美味しい、もちろんラーメンでも美味しい、中華スープでも美味しいです。
野菜炒めでもね、うん、皆様1週間お疲れ様でございました。どんな1週間でしたか？寒かったです。寒かったり暑かったりラジバンダリンな感じのね。もう来週は12月でしょ。もう来週がもう12月やな。来週12月でしょ。五香粉大事なの。美味しいよね、五香粉ね。で、ちょっと25日やもん。明日ね、巻きもらえるんですよ、また。気を切ってきてくれるね、おじさまがね、くれるみたい。うん。明日持ってきてくれるって、3トントラックで。うん。お、なんかすげえ。なんか送ってくれたってね、マダムが送ってくれたって、優しい、フレピー。朝晩めっきり寒くなりましたね。今日もね、えげつないぐらいね、霧がね、朝出てました。寒暖差が激しいってことやね、多分ね。そういうわけね。100本見た？分かったやろ？ナイス。もう12月ですよ。終わるよ今年。慌ただしく終わったわ。今年はもう終わったわ。もう終わったってんやってんけど、慌ただしかったよ本当に。バタバタして終わったなっていうか、まだバタバタしてるし、年明けもバタバタするやろうし。でね、今一応ね、ビラボール売り切れてたんやって。人気やん、美味しいもん。新居に引っ越しするのと、いろいろ最近リニューアルしたじゃないですか、飯動画チャンネルも。メインチャンネルというところから飯動画チャンネルという括りに変えたんで、このチャンネルはパテモソオブザ飯動画で、旧パテマニアックス、マニアチャンネルは今もう中年パテモソ日記、中年パテモソチャンネルになってます。まあ、あとはゲーム実況 と、アニマル動画が変わってます。アニマルは今ちょっともうやる気がね、もう完全に失せてます。もうね、アルバナが全滅。何が起こったんか分からない。もう絶対脳震盪起こしてんだよ。全員盾になって死んでるから。今はもう多分もう虫の息のやつが一匹いるんです。もう全滅ですよそれで。何が問題なよ。どうしてももう無理ですね。もう盾にしかならなくなってきたら、もう何やっても多分助かんねん、あれは。今までの経験上ね。だからアロワナが今飼ってるちっちゃい30センチぐらいの1匹だけになっちゃったから、それをね、ほんとね、やばいわ。もうまた買わんなんかな。まあ、てかもう引っ越ししてからでいいよ、もう。引っ越した顔。だから、アクアをね、全然やる気が出ねえ。で、まあ、そうやってリニューアルしていってるんで、ホームページもね、そろそろリニューアルしようかなと思って、今、作り始めてます。もう今の時点も変わってますよ、見た目。パテさんが作ったオリーブオイルで炒めたポテトのソテーは子供作ったデスタン。あ、よかったね。そんな作った、昨日作ったやつかな。レンチンして小麦粉つけて、オリーブオイルで炒める。ニンニクとね。あとベーコンと。それから、もしかして昨日やったやつかな。ありがとう。パテモソ公認レシピの方がね、リスナーさんがね、やってくれてます。まあ、でも即興家が料理したやつ、食べたやつ、調理動画上げたやつを再現していただいて、クックパッドにね、載せていただいてますんで、よかったら見てください。はい、焼き麻婆豆腐やってよ。あれほんまにうまいからやってほしいわ。焼き麻婆豆腐や、そのつくれ本には載せてもらってるんですよ。焼き麻婆豆腐やって、ほんまにうまいから。牛肉切り落としと厚揚げ豆腐買ってきて、豆板醤、甜麺醤、シャンタン、
マジうまいから、うん、あ、やりました？飯進むでしょ。麻婆豆腐飯進むと思うけど、あれ、はい、あれはうまいと思うよ。味もね、結構しっかりしてるからさ、うん、皆さんもぜひともやってみてください。安いのと寒いのと楽なので毎日鍋、あ、そうやな、鍋な、うん、お鍋もいいけどもやな、うん、飽きてくるよ。セブンの赤にしか、私も大好きでハイボールのつまみをしてます。バジさんと同じおつまみを食べるのに珍しいわ。ぜひとも半分に切って食べてください。ちょうどあのこのあれじゃない、スケベな形してるところ、スケベな形をしているところをバツッと縦にご開帳しまして、そしてできれば醤油とわさびはあのご自身で用意された、まあ、刺身醤油用とかのやつね、そういうのを使って食べると美味しいと思います。うん、もう酒のあてにはたまりません。うん、半分にすることによってやっぱね、醤油の味がね、醤油とわさびの味がねしっかりとつきまして、でも肉厚がそれなりにありますので貝の風味を失わない、うん、なんてもういいとこ取りなんだと、うん、あ、さっき貝食べました。これ食べましたか、赤西貝。いいですね、皆さん続々とそういうレポートいただきまして本当にパテマス嬉しい。うん、生きていた意味がありました。ただ今生きていてよかったんだなって毎日思ってますけど今日も思いました。米と食べるときは焼き麻婆豆腐の方は、そうでしょ、絶対そうでしょ、米と食うなら焼き麻婆豆腐ですよ、うん、焼き麻婆豆腐、本当にもうこれもう口が酸っぱくなるぐらい言いたいわ、うん、酸っぱく、なんで酸っぱくなんやろ、口がね、なったことないのに口が酸っぱくなるまで言うて、どういう意味なあれ、酸っぱくなんのみんな、うん、あー、たまに食べてますか、赤西貝、半分に切ってください。半分に切ってね、ぜひとも、うん、やっていただければいいかなと思っております。もう全然違うから、あ、ちょいビニね、私ね、ちょいビニやめたね、ちょいビニで嬉しいですね。ちょいビニをね、もうやめたんですよ。ちょいビニ、あの、コンビニあんま買うこともないしさ、あれ2000、3000でコンビニ使うんですよ。その割には再生数ねえからさ、もう、そんな俺こう別にコンビニ買い物したいタイプの人間でもないから、もうやめたんだよ。でも買いますから。また、まあ、買ったらこうやってね、こう買いとか言われたら、もうこの晩酌動画でやっていきますんで。ほんまにちょいビニやちょっとだけコンビニね。うん、ちょいビニね、なんでやめたらやめたらこんな不安出る、酒もそうにしてもさ、そんな再生されねえのに、うん、ね、酒もそうに関してもうやめて2年ぐらい経つのにやらねえのかと言われちゃうからね。いやはや、ほんとだったらみんなでもっともね、あの再生してくれてよかったのに、うん、半分に切ってください。コンビニ嫌いなのっていうか、コンビニはわざわざ買おうと思わないですよ。スーパーで買います、どうせスーパー行くんで、うん、高いやん、コンビニの方が一緒のもんでもね、うん、コンビニはあんまり買わないです。うん、ただこうやっておすすめいただきましたら、まあでも覚えてたら買いますんでね、うん、でもつぶ貝まだ買いますよ、つぶ貝をね、うん、まあ、というわけでね、ただいまホームページリニューアル中でございまして、皆さん見ていただきましたか、ホームページ、まあ、下リンクにも貼ってますけど、動画詳細欄にホームページで今ねリニューアル、前のやつちょっと変わってきました。ただね、あのパテモスの歴史的なんとかさ、その辺のやつをね、どういうふうにまた書くかと、うん、あれが一番大変な、もうそのままコピペするつもりでおるけど、
フォーム形も、まあ、でもね、私ね、別にね、あのホームページウェブデザイナーでも全然ないんで、あのスタイルシートとかもう Java なんても全く分かんないんで、昔ながらのねテーブルとか使ったりしてねHTML でね、でもようやく HTTPS になりました、私もHTTPS、 SSL ってやつですか、はい、うん、はい、なんでね、よかったら見てやってくださいませ。見たらさ、なんか危険ですとか出やがってさ、おいふざけんじゃねえよと思ってさ、俺の何が危険なんで俺のさみたいなと思ってね、あの S つけました。 S コロン HTTPS コロンコロン、うん、つけました。はい、ありがとうございます。というわけでパテマス協会でございます。皆さん1週間お疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいませ。11月最後の週末です。それが終われば今度は師走ですね。ほな。